カップケーキを折ります。まずこちらを半分に折ります。半分に折ります。開きます。こちらの折り目に合わせて折ります。裏返して折り目に合わせて折ります。こちらの折り目に合わせて折ります。こちらの角を内側に折ります。こちらの角は少し斜めに折ります。裏返します。少し模様を描いておきます。こちらで完成です。